美の様、よろししくお願いします。神、えー、かデータか、本は紙では手に入らない作品があるので、データになるのは仕方がないですね。うん。えー、っと、地獄表は眺めていろいろと想像して楽しむのが好き。はい。ということですね。地獄表っていうのは、あの、ちょっと見たことない。まあ、買ったことないんで、よくわかりませんけども、ね、あの、そんな感じなんですね。うん。あの、これも、まあ、あの、 えー、やっぱりかなり好きで集めてる人いますよね、うん。僕は結構落書きすることもあったりしてあれなんですが、ヨウさんよろしくお願いします。カブクン・ソラカエさんありがとうございます。えー、サミットの時は検問だらけでとても仕事にも生活にも不自由しました。カブクンテレビにお邪魔するようになって私なりに勉強するようになりました。赤いちゃんちゃん子の手習い始めです。 あ、ちゃんちゃんこのてなえ手習い始めです。えこれからもいろいろとご伝ご伝授いただけますようお願いします。北海道はいわゆる B 級グルメは外しません。えまたお越しくださいということですね。うん。北海道いろんなね美味しいものがあるということなんで、まあサとは思うんですけども、うん。まあ、僕も全然ちゃんちゃんこずっとなんで、まあ、時々感情間違えますし、うん。いろいろミスるんですけども、はいよろしくお願いします。うん。 うさんも一頭です。株組め、今日はしつこくて、えー、すいません。えー、っとねお、お島大島とは、道南松前町の、えー、近くの無人島ですが、えー、っと地元では松前,あ松前大,島大島と呼ばれています。えー、道南には函館があり、私の知人も多く今気持ちが引いています。お騒がせしました。はい、えー、っと、これはですね、 えーと北朝鮮のミサイルの発射問題で、えー、とこの辺りに落ちたという200キロメートルたりかですよね。で、えー、とこれはまだ続報を入っていきたらどうなったんだろうという気はしますが、まあ、遺憾法で終わっているということなんですね、政府はね。なので、えー、とこ,これは、まあ、なぜ飛ばしたのかというところ、また実験なんでしょうかね、まあ。最近の中央の気球問題もありますし、えー、と鹿児島辺りに突っ切ったとっいう話もあるので。 まあちょっとなんか物騒になってはいるんですけども、うん。U の A さんどうもです。えー、かおさん、どんな夢を見たんですかえー、気になります。明日はかなり気温が上がって暖かくなるみたいです。うん。風も強いみたいですよ。えー、春一番が吹く可能性もあるそうですよ。ところで、春一番は、ベルギーでも吹くんですかお、いい。なかなか面白いそうですね。春一番、ベルギーってこれ聞いたことないですね。うん。もちろん、暖かい風っていうのは、 ああるるるんんででですすが南風でも寒くなとよ不思議と、うん、結構ベルギーは南の方が内陸に当てるところもあるのであの特に南西とか南東側からの風っていうのは意外と、えー、実はあの内陸の風で寒くなることもあるんですよ、うん、なので一概に春一番っていうのは難しいですね、うん、ただまあ春一番的な感じになるっていうこともありますね、うん、でえー、っと夢については僕がマリオカートしてました はい。えー、っと、なあの、それもですよ、マリオカートになってましたね、自分がね。うん。ただ、マリオだったのか、ルイージだったのか、えー、っと、ワリオだったのか、それは分かんないですね。でも、なんか、バナナを踏んで、回ったりとかしてました。うん。で、そこから急に、あの、バスの中に夢に、バスの中にいる夢に変わったんですよね。うん。バスを降り損ねてしまった感じだったんで、よく分かんない浅い夢でしたね。はい。 えー、藤原桃子さんよろしくお願いします。あ、これさっきの話ですね。えー、レモンみかんさん、195T さん同感です、えー。日本のフィギュア、プロもアマンサチです。うん、えー。歌舞伎いつもありがとう。また明日ね、おやすみなさいませ。 うん、あの本当にさ、どちらもうまくいって全然いいと思うんですよ、うん。みんなが成功して何が悪いのかっていう感じがするんで、今の、まあ、羽生さんのプロの世界、宇、え、野、ー、くんたちの、まあ、現役の世界、とても楽しいので、僕はもうね、言っときますけど、どっちも楽しみますからね。はいうん、僕はもうね、えーとまあ、押し分けるっていうことはあんまないんですけども、まあ、どっちも楽しむっていうので、うんはい、やりますから。うん ゆうねやさん、どうもですね。かもさん、ナメクジが出たって言ってましたねえー。塩かけましたか？あ、かけなかったです。そういば、うん、あの、私はナメクジに塩をかけたことが人生で2回あります。面白かったです。 僕はね、隠れずにね、でもなんかね、もう生きてなかったですね。うん、あの生きてなかったんで、あのもうに、ね、あの外にあの、ね、放りました、うん。結構でかいですよ。ほんと結構でかくて。あの本当ハリー・ポッターの秘密のやり出てくるぐらいの大きさですね。うん、あのでも一瞬椎茸かと思っちゃいました、僕は。うん、で、えっ、ー、と、ナメクイに塩かけたこと僕も何回かありますよ、日本で。うん、でも日本のナメクイはちっちゃいですね。 うんえ、こうしたらでかいですよ。うん。はい。でもなんか、塩をかけても、なんか消えるわけじゃなあ消えるんだけど、実は死ん,で死んでないらしいですね。確か。うん。えー、マイクバーティラさん、よろしくお願いします。カブくん、こんばんは。今日は、犬猿の日ですかうーん。愛変化の僕にとっては耳が痛いですね。でも、吸うときはマナーを守って気を使ってますよ。僕はアルコールを一切飲みませんで、できれば、えー、犬、 犬種の日も作ってほしいですね。うん。いや、そうですね。犬種の日ってあるんでしょうかね。で、冥王星ですが、あれは天王星や海王星のガス惑星とは違って、水星や金星や地球や火星と同じく、えー、岩石惑星ですよ。なるほど。知らなかったです。水、金、地下、木、同点、海。海までがあれですよね。確か。 なんだっけ、えっと、太陽系になったんですね。で、冥王星は確か外れたんですよね。うん。僕も水、金、えっと、地、火星までは硬い表面を持ってるっていう話は聞いていて、木星以降っていうのは、木、土・天、海、明まで、ま明、あ、はちょっと分かりませんが、までは水素やヘリウムで構成されたっていう話を聞いてたんで、まああの水素ですね。だからまあ、アスス水素とか。うん。だからまあ、 冥王星もかと思ってましたが違うんですね。冥王星も岩石で終わり硬い地表面を持ってるんですね。これは新しいです、うん。で、スイスだけの天体は太陽だけです。なるほど。 なるほどですねで表面には他の、えー、天体との衝突の後の、えー、クレーターが多,多数になりますよ。大場さんとはお別れになるんです。あ、なるんですよ。寂しいですよね。なので、今、写真を撮りまくってます。うんいや。本当寂しい。あのデコボココンビは僕も好きなんで、寂しいですね。うん。ゆうのややさん、どうもです。えー、さんミサイル北海道の EEZ ンに落ちたなんて怖いですね。うんえ。近いですよ。しかも肝心の J アラートも鳴らなかったんですね。うん。ざわざわしますね。これは鳴らさなくてダメでしょう。うん。あの、なんででしょうかね。うん。この前は鳴りましたけどね。今回鳴らなかった。何なんなだと鳴るのとのの、えー、違いって何なんでしょうかね。うん。これは日本も予想をしてなかったんでしょうか。不思議ですね。うん。それとも、 絶対に、えー、と地上に落ちないという自信があったからでしょうかうん。いや、ちょっとな、これは、あのー、なぜでしょうかね。うん。えー、酒屋さん、よろしくお願いします。カぶさんへ。あ、こちら、おしま大島と呼びますと。お島大島。うん。えー、北海道の最先端にあたる地域でもあります。えー、ちなみに、函館エリアのことを、お島地方ということもあります。うん。お島総合、 お島総合振興局の、えー、振興局所,所,在所在地は、は、えー、ごとでしということ。あ、そうなんですね。うん。わり島ってずっと言ってましたね、これね。うん。お島ということ。ありがとうございました。うん。で、この地域は今回北朝鮮のミサイルが近くまで落ちたということなんで、ちょっとこの辺りにね、船舶の、船舶とか危険ですね、本当に。うん。えー、そらかいさんもう一たです。 えー、かさん、引っ越した量のお手伝い、お疲れ様です。えー、疲れたら休息を入れな無理しすぎないように気をつけてくださいね。大場さんには本当に癒されますよね。うん。えー、今月中にはお引っ越しとなるんですね。えー、引っ越したは以前のルームツアーをしたところでしょうか。えー、ここが遠いところですかうん。で、道路側な敷地側になると思うんで、もしお近くならば、えー、たまにお前に行かれるのもいいかもしれませんよ。あ、これはね、 もう本当にしょっちゅう行きますよ、僕は。うん。で、ね、あの、大間さんも、小間さんに会える日が楽しみだと思うんで、なんだか切ないです。引っ越した感情の日まで、たくさんの思い出を作ってくださいね。うん。大間さんね、大間さんと別れるのは本当寂しいですね。あの、それ以外は本当にね、特になくて、で、このね、うちっていうのはちょっと今だから言えるんですが、えっ、ー、と、いわく好きです。はい。 はい、あの引っ越す前の家ですよ。うん、引っ越す前の家がいくつきです。うんえー、きさらぎ24さんどうもです。おか,おかげさまでコロナにはまだ感染はしていないですが、娘は感染しひどい行為そうはなかったもののえー、しばらく喉が痛くて声が出せなかったことと、お腹の調子が悪かったのと倦怠感がずっと続いていた様子です。うん。いやかわいそうですね。この倦怠感っていうのは僕もずっと感じていました。 まあ最近はなななあの大丈夫でしたが、あのなってから1ヶ月以上は、倦怠感続いてまして、うんこう倦怠感というか、薄暗い感じというか、地めとした感じが続いてたんですよ。うん、え3、4年くらい前にインフルに勝ったときには、熱が高くしんどそうでしたが、今回のコロナ感染は、特に倦怠感がひどくつらいようでした。同じでですね、うん、同じですよ倦怠感こうなんか地 コロナに感染した方の症状も、人それぞれで、えー、運よく軽く済んだ人もいれば、命を落とす方も見える、えー。感染力は強いが、重篤化しないかといっても、えー、やはり人それぞれだと思うんで、皆様コロナを軽く見ないでご気をつけてくださいね。うん。まあ、僕もね、結構コロナ感重だっていう方もいるんですけど、まあ、これはもう自己責任、自己責任というか、もう自分で判断してね、ねそう思うんだったらそう思ってもいいし、でも、 あの、やっぱりこうね、なんかいろんな情報を見て危ないと思えば自分でこうね、対策をしたりとかね。 うん、するっていうことが大事かなっていう気がしますよ、まあ。ちなみに僕はもう二度とコロナに感染したくないですね。あれはもう風邪とはもう僕は到底違うと思った。うん、もう風邪の時は新型、あの、インフルエンザとは違った感覚で、もうなんて言うんでしょうかね、倦怠感というか、もうじめっとしたなんともいない感じがあったんで、うん、風邪とは違うなっていう気がしましたね。はっきり言って。うん。あとは株によっても、 稼い、えー、で済むっていうねなんか本当に軽いもので済むっていうことあるのでまあそういったまあまあ株によって変わったりとかもあるのかなっていう気がしますねうんはい今日は天気こんな感じです曇ってますねはい,い,い,いあストップ 今のとこ、これ、宿り切り発見ですね。うん。近いところで発見しましたよ。宿り切りでございます。はい。もうちょっとあるかなあ、あったあった。これにもちょっとありますね。うん。宿り切りが見えます。はい。あっちにもありますね。うん。いっぱいついてますね。うん。はい。えっ、ー、と、それからしばらく行くと。 じゃじゃんお分かりいただけましたでしょうか素敵なね、お城みたいなのがありましたね。はい、もう一回行きます。ストップ。はい。これ素敵ですね。うん。とても素敵だと思います。はい。こういうのは僕は好きなんで、で塔がついてる家っていいなって思いますね。うん。まあ、これちょっと大きいなんで、まあこれは小規模でいいんで。 まあここに風車があったら最高ですね、うん、こういうちっちゃいミニチュアのうち住みたいと思いますよ。はい、もう少し行くとさらに宿り木がいっぱいあるところに。ね、はい、すごいですね。いっぱいありますよ。皆さんに幸運届けますように。はい、幸運の宿り木でございます。 最後、ちょっとだけこちらの動画を紹介します。ダブルアクセル、オイラートリプルサイコーですね。はい。ちょっとこの動画は悪いんで、一旦動画を止めて、陸上フィギュアについてはまた後ほど紹介したいと思います。あダブルアクセル、オイラートリプルサイコー。